K8 は韓国のキアが製造・販売する自動車である。2021年2月17日、韓国で発表。従来販売されていた K7 の後継車種として登場。最新の CI を与えられた最初の車種でもある。エクステリアは従来からのアイデンティティであるタイガーノーズグリルに加え、自然にインスパイアされたキアの最新デザイン哲学である。 オポジッツユナイテッドに基づいてデザインされている。また、社名の数字からもわかる通り、K7 の上級移行車種という位置づけとなっている。傾斜のきつい c ピラーを持つファストバック風のデザインは、穏やかな海を航行するヨットからインスピレーションを受けている。インテリアには、キア車最大となる12.3インチのメーターパネルと12.3インチのインフォメーションシステムが備わり、 いずれも UKL 湾曲ディスプレイによって構成される上、12インチのヘッドアップディスプレイまでも備える。また、オーディオシステムにはメディアンオーディオと共同開発した K14 スピーカーから構成されるメディアンプレミアムサウンドを搭載する。発表時は2.5リットルグディガソリンと3.5リットル V6 グディガソリン LPG の計算ユニットであるが、追って点六リットル グーティーターボモーターのハイブリッドも用意される。ありがとうございます。